ありがとう。トラッキーさん、ありがとう。なにこれ、かわいい。マッキーさん、カミューさん、ありが、あ、芋飯だ！待って、嬉しい。あ、ハギノコさん、ありがとう。タイムありがとうね。マールムさん、ダイグさん、マー君、ありがとうございます。ありがとう。アイリー、はい。わー、芋虫が歩いてる、かわいい。こんばんは、ソウルメイトさん、ゴーパブリックさん、ありがとう。なにこれ、今、アリスアリスやってるの？マーク、ありがとう。また来ました、ありがとうございます。モッチーさん、ありがとう。芋虫だー。なんかさ、みんな芋虫嫌だみたいな言うんだけど、芋虫。カツリンさん、ありがとう。くまモンさん、かわしゅうさん、ありがとう。芋虫のチョコフォンデュがかわいい。え、そうなの？バレンタインギフトなんだ。芋虫のチョコなんだ。それは私のためにある。あ、昨日はありがとうございました。公園だね。ありがとうございました。カッツンさん、ありがとう。タツノイさん、ゴーパブリックさん、エミエミさん、ありがとうございます。目力？おはぎさん、ありがとう。昨日は、いつ帰ってきたんだっけ？おととい？ケセティさん、ありがとう。おととい5日に帰ってきたんですよ。5日に帰って、6日公演で、今日はちょっと朝早くからやって、もう一つお仕事してから時間がちょっと早め、久しぶりにめっちゃ早めに帰れて、これはショールームするしかないって思いましてですね、やりました。あの、バレンタインはいじらないでいただいた。ミニシ、ありがとう。時差ボケはそんなになかった。2時間だから、なんかメールの時間が一番あれだった。まだ20時だと思って、あの、メールまだまだ余裕だなって思ってたら、待って、日本では10時なんじゃないかってなって、急いで送ったよね。全部の星投げました、ありがとう。ラスカルさん、ありがとう。下手 0.5 番、あー、下手 0.5 番めっちゃ私いるかもね。確かに。こんばんは。バレンタインやめてくださいよ。あ、おくらちゃん、ありがとう。え、わかる。帰国した時の飛行機から降りた瞬間の、なんていうの、なんかさ、ちょっとだけさ、外とさ、なんか連絡通路みたいなところにさ、隙間があるじゃん。あそこでさ、もう冬を感じた。ソラさん、ありがとう。グレッグさん、ありがとうございます。ひろあきさん、ありがとう。今日からメール取り始めました。ありがとう、嬉しい。え、ちょっと今日変なの送っちゃった、ごめん。ただいまです。ひがちゃん、ありがとうございます。初お話し会でワンショット当たった、やば、頑張ります。ちょっとポーズ考えといてね。昨日は愛ちゃんと全力キスまで来ました。さすがです。ゆうやさん、ありがとうございます。ワイプさん、はぎのこさん、ありがとう。じゅんやさん、ありがとうございます。ね、芋虫めっちゃ歩いてるの絶対私だけやんな。みんなだって、いやって言ってたもん。でも私、タイの料理ってあんまり食べたことなくて、ちょっと想像してたよりも美味しくてびっくりしちゃった。あ、ドラッキーさん、ありがとうございます。モバメ来た？そう、ショールーム始まる前に送ったよ。
でもまだ1つあるからちょっと待ってて。あゆちゃん、お、え、あゆちゃんありがとうございます。クマのタワー、クマタワーありがとうございます。クマちゃんだ、かわいい。ワイプさんありがとう。バレンタインってさ、なんでそんな文字になっちゃったかな。え、ちょっと待ってね、タイでね、私めっちゃあのタイの子にプレゼントをもらって、そう、すっごい嬉しかったの。トリッピーさん、コミちゃん、マッキーさん、イツキちゃん、ありがとうございます。あ、そうだ、ウエルシアの話もちょっとちゃんとしたいんだけど、ちょっと見てください。これはタイのUFO キャッチャーです。撮りました、撮ってくれましたが正解かな。なんかそう、私がね、あのめっちゃあの落ち込んでたんですよ、1日目のフェスに出れなくて。そしたらあのマジ現地の人とマネージャーさんがなんか仲良くなって、なんかこうマネージャーさんがこの子をこうやって撮ろうとしてくれて、なんかそのボタンあるじゃん、最後にポンって押してこうガッて掴まれるやつ、それのボタンをマネージャーさんが押そうとしたら、タイの現地の人がなんか勝手にポンポンってなんか2回押し出して、やばいと思って、やばい人なんだって思ってたら、あれです、あのプロだった、 UFO キャッチャーのプロだったの。なんかそのままこうやってガッて掴んでもポン、多分すごい一発で撮ってくれました。あ、やばい人じゃなかった、すごい優しい人だった。え、だから私なんかそういう海外のなんていうの、ちょっとおちゃらけたノリが好きです。アイちゃんピースして、イエイ。プロすごいね。カイさんありがとう。タイカレーは食べてないけど、あれは食べたよ、あのパイタンと、カニチャーハンと、わからないな、もう一個なんだっけ。ゴーパブリックさんありがとう。そうそうそう、あとなんだっけ、もう一個、忘れちゃった。パイタンテロさんありがとうございます。そうなんですよ、めっちゃ仲良くしてくれました。で、かわいい、多分かぶるやつかな。リリーシャンありがとうございます。パッタイパッタイだ、パッタイでした、パッタイです。あ、謎のアイリスさんありがとうございます。マッキーさんありがとう。マサさんありがとう。ありがとうございます。パッタイパッタイでした、ごめんなさい。そう、あとはなんかレイチ、CGM のレイチちゃんがめっちゃお菓子とか生誕 T シャツをくれて、もったいなくてまだ着れてないんですけど、今度着たいなって思ってます。ゆうとさん、あ、ときわさん、はるかちゃんありがとうございます。たくまさんありがとう。かわさんありがとうございます。こみちゃんありがとう。レイチ、あ、そうだ、そう、レイチとあといっちゃんって子がすごい仲良くしてくれて、で、私の推しメンはあのエンジェルちゃんがずっと私のこと好きってインスタの方でも言ってくれてて、ネックレスと、私まだピアスが開いてないんですけど、ピアスをくれました。
いつか、まだ全然ここあと30年くらいは耳開けるつもりないんですけど、わかんない。開けた方が楽なのかな、イヤリングよりも。耳痛いしね。ファギさんありがとう、トラッキーさんありがとう、ハヤトさんありがとうございます、コーゲンさんありがとうございます。そう、エンジェルちゃんっていう子でした。ちょっとみかん食べていいかな、いただきます。めっちゃ優しい。あ、アンタロウさんありがとうございます。イヤリング、私イヤリングさ、耳が柔らかいのかわかんないんだけど、一番最後のところまで私回せちゃうの、だから全然取れないです。実はマサさんありがとう、ファンミ申し込みました、ありがとうございます。はっ、みけねこさん、ゆうすけさんありがとうございます。え、耳動かせないどうやって耳って動かすの、動いてる、ファンミ、昨日帰ってきたの、おとといです、おととい。あうん、私にめっちゃよく言われるんだけど、耳がちっちゃいってすごい言われる。公演楽しかった、ありがとう。メルシア、愛ちゃんのサイン狙いで、え、嬉しい、ありがとうございます。31の波動でたくさん写真撮れた、ありがとう、めっちゃ嬉しい。あい、きちゃん、イモムシありがとうございます。あー、ひろきさん、イモムシありがとう、歩いてる、めっちゃ可愛い。私のみかんの開け方はこうです、3分割するタイプ、あのプロだからさ、こう下の方から剥くねん、そうすると白いこの筋みたいなやつがなく取れます。でも白いところが栄養があるらしいです。何個入って、ん、モネットちゃんはアイちゃんと同い年だ、アイちゃん同い年だと思ってた、え、そうなの。そう、私すごいね、タイでね幼く見られました。私が How old are you? って言われたから、あの、あ、18とか言ってたんですよ。そしたら、あのモネットちゃんともう一人の子が13歳、14歳みたいなの言ってて、ってなって、もうわけわかんなくなっちゃって、でそしたら私18、嘘でしょ嘘でしょってすごい言われた、嘘つかないでって言われたねえ、やばいよ本当、モネットちゃんめっちゃダンスうまい。なんか横山由依さんのポジションをやってたんですよ、ネモハモルーマーで、あのこういうなんていうの、なんかソロダンスやってて、やばいです、あれはすごい感動したもん私愛ちゃんお帰り、ただいまやで、マークありがとう。
お披露目から推してるんですが、人見知りでお話し会参加するのが勇気いりますね。え、でもお話し会は本当になんか2人だけの空間だから、え、多分お話し会の方がいいかも。リアルが、リアルのイベントがもし始まるとしたら、お話し会の方が、恥ずかしいよって方はいいかもしれない。ぜひ来てください。私はみかんを食べております。うんふん、ネモハモの盛り上がりえげつなかったよね。ほんと日本じゃあんな盛り上がらないさ、曲なんていうの、まだ声出せないからさ、盛り上がら、盛り上げっていうか、なんていうの、声歓声の盛り上がりがないと思うんだけど、もうすごくて、一人ね、私のあいちゃーんってめっちゃ叫んでくださってる方がいて嬉しかったゆれなさん、みよこんぶさん、ありがとうございます。あんたろさん、いちごありがとう。え、私もでも初めてフルでネモハモルーマーを踊らせていただいたので、なんか丸円になってさ、ちょっとくるくるし、なんかステップ踏むところあるじゃん、あそこがもうなんていうの、フリーをタイに行く前日のリハでなんかフルやることを知って、あ、知らなかったんですよ。だからあ、やばいって思って、先輩たちが優しいから教えてくれたし、ダンスの先生も優しかったので教えてくれたんですけど、よかった。パッ、なんかでも動画とかではよく見てたからなんとなくはしてたんだけど、だから私はこの回るところが今回のネモハモのキーリングパートです楽しかった。あゆちゃん、ハートありがとう。みかんたん、おいしいよ。サトリーだ、こんばんは。うん、でも私は写真会がすごい、写真ん撮影会んがすっごい楽しかったから、リアルイベントめっちゃ楽しみ。タイね、タイでなんかこう写真、多分ね最前とかに座ってくださってた方かなって思うんですよ。だいぶ前の方に座ってくださってた方はなんか写真を一緒に撮ってくれるんですよ。グループショット、グループショットは、そうそうそう、めっちゃ良かったと思うあれめっちゃ楽しかった。なんかね、距離がやっぱり近いのがいいよね、話せるし。声出し解禁嬉しいね。あれだよね、ファンミンの声出しでしょ、違う、めちゃめちゃ良かったよねあれさ。日本でもやってほしいな、めっちゃ楽しかったなんかいろんなファンの方がいるなって思って。でも私本当にタイに行ってめっちゃ勉強になったなって思ったのがめっちゃいくつもあってさ、ミヨンさんとかユイリーさんとかが横にいるとやっぱりそのファンの方との距離感っていうか、なんていうの、仲の良さとかがすごい伝わってきたし、全然やってる年数が違うっていうのも分かってるんだけど、やっぱりすごいなって思って、私もそうなりたいなって思いました。向こうは声出し OK、 そう、あったあった、
ザッシーさんありがとう。あたんですあたんです、はい。そう本当にね、あとタイのリハーサルは本当にすごい、盛り上がりがすごいの。なんかダンス曲とかは本当にすごかった。リハの時からなんていうの、メンバー内でも結構盛り上げていったりとかしててね。リハーサル見れたっていうか一緒にやったんですよ。タイ語でも歌ったよ、歌ったよもうめっちゃさ、もうびっくりしちゃった、びっくりしちゃった間違えないようにめっちゃ頑張った。ひがちゃん、トラッキーさん、リリーシャ、ありがとう。カップラーメンは持ってってないよ。でもあっちでくれました、カップラーメン。でも私パパにあげた、あの辛そうだったから。コップンか。あいちゃんは初めての海外でしたよ。また行きたいな。ちょっと悔しい気持ちが残ってるので、やっぱり次も来年もぜひお願いしますって言ってきましたトムヤムくん、トムヤムくんはなんだっけっ今からでも犬研究所の入会してもいいかな。いいよーね、ほっ本当にね、あの1500人まで、あ、本当あとね、なんだっけ、何人だっけ、本当これぐらいなのこれぐらいなの。だから頑張ります。ちょっと私もショールーム終わったら告知します。17期にお土産はあげましたよ。なんかちょっとイチゴの練乳がかかったなんかクランチ、チョコクランチみたいなやつです。アイシャン大好き、ありがとう。あと80人くらい、なんかもうちょっと少なかったよ。なんかファンミーティングのおかげで結構来てるらしい。あと20何人だったと思うよ。あ、みんなみんながお願いしてくれてる。アイリスへのお土産、何届けられないよ。でもね、タイでね、いろんなことがあって、それをみんなにお話しするのが楽しみだった。